この前1から1までの練習で、うん、8ね、うん、それで、うん、プロテストを受かるって言ってたじゃん、うん、ちょっとその内容をやっぱ知りたいなと、せっかく詳しく、そう1から1って何なの、言った方がいいよねいいけどあれかな、もったいないかな、俺の教科書言うかまあまあ真剣に話すね。やりたい動きがあったり、じゃあ基本は何とかっていろいろ俺動画で言ってるじゃない。そう、球をいじれとか、球をいじるってことは基本のスイングではないじゃない。じゃあ今平井ドローにはまってますとします。でドローを打ちますよ。でドロー打って、こうドロー打ちます。例えば今打ってたけど、いやー俺今日調子悪い、だからスイング基本に戻してって言って、うん、分かったって言って、じゃあ基本のスイングするね。これが1から8だから結局ドローとかフェードとか低い球高い球打つのは9、10なのよ。9、10がやりたい動きができない日って必ずある。その時にじゃあ基本に戻って1から8やってみてって言ってすぐできなかったら1から8ができてないの。だから今みたいに基本のストレートボールあるじゃない、あれが要は1から8なのよ。それはだから1から8っていつでもどこでもできることじゃなきゃいけないの。ああなるほどね。いつでも、本当にいつでもどこでも、いつでもどこでもやれって言われたらやらなきゃいけない、できなきゃいけないことが1から8なのよ。その内容はちょっと言えない言うかな。怒んないって約束するんだったら言う。多分怒ると思う。じゃあ言わない。俺怒らないよ。俺怒んないけど見てる人は多分怒る。じゃあ怒らないと信じて言う。本当？戻すだけ簡単すぎたね。戻すだけっていうのはもちろんその正解の動きっていうか答えの動きなんだけど、クラブをアドレスからトップに上げてインパクト、アドレスの形に戻ってそこからクラブをフィニッシュに取るってことがちゃんとできますかってことなんで、その間にごちゃごちゃやっちゃうでしょって、それが1から8じゃなくなってるのよ。シンプルなクラブを上げて下ろす作業がどれぐらいできてるかなのよ。飛距離関係ない、方向性だけ、自分のアドレスした方向に飛ばすことだけ、自分の振りたい力で振っただけ、その結果が打てなかったら1から8って言えないのよ。それができてる人はめっちゃくちゃ少ないから、だからいろんな理論やってできませんでした、難しいって簡単に言っちゃうのよ。そりゃそうでしょう、できてないんだから1から8が。1から8できてるんだったら難しいことはやろうと思わないし、簡単な自分が取り入れたいことはすぐやろうとしてできるから、そう、そこが1から8の重要性なの。9とか10をやってダメだった時に、うん、また8に戻せばいいから、そう、別に悩んだりとかないから、うん、ない。滑り止めが超高いラインで滑り止めが効いてるから、保証があるのね、保証がある、いつでもできるから、しかもそれが超高い、いつでもどこ、いつでも、そうそう、それが1から8の重要性。やり方としてはその方の基本だから、その方の基本が例えばじゃあ僕基本ありますよって言って他人に説明できればそれは1から8だから、でもできなかったら1から8ができてないから、だってやってることが分かんないんだから、自分でね、自分で1から8ができてる人は言えるから、他人に1から8までをきっちりね、それぐらい大切なことが詰まってますよ。じゃあその戻し方はその人が自分で見つけて、うん、もういつでも戻せるよっていうふうにすればいいだけなの。そう、だって形は知ってるはずだもん絶対、だってこうやってなればいいんだから構えてるんだからね、構えてんだから。それにこうやってやったりこうやってやったりこうやってやったりしたら、うん、それは本人の責任じゃない、自分で取り入れてるんだから。そうだ、ね、でも基本はそれじゃないじゃないそうだ、ね、うん、ただこうやって上げて下ろすだけじゃない、それをどうやってやってるかな、うんうん、じゃあ何にも入れないで無意識に何にも考えないでした時のスイングでちゃんと戻せてるかどうかってこと、ね、そう、だから何か入れたらダメなんで、ダメ、とにかく基本のスイングが別として打てたらやっぱり一番最高なことなんだよね。そうだね。この間上がった逆っていうタイトルのやつあるじゃない、あれの中でも言ってるけど、結局基本が当たらなきゃいけないって言ってるじゃない、うん、基本が当たらない方ってやっぱ多いと思うのよ、うん、その方に理論を例えばご自身でね新しい理論を何か
その方が好んで入れるじゃない、うん、したら当たらないじゃん、うん、それはもうそういうことにもちろんなるし、うん、それはしょうがないことなの。当たるスイングっていうのを自分の基本にできてなかったら、うん、ゴルフは何かを入れれば入れるほど難しくなる。完成してないのにどんどんパーツを取り付けることになるから、何が基準でどういうスイングをしたらまっすぐ行くかっていうスイングがまず知らないことになるじゃない、うん、それはもうめちゃくちゃ難しいことだから何も入れない方がいいんだよね、そういう場合は。ちょっと元も子もないことより、うん、今の話聞いて思ったんだけど、うん、基本だから当たるんじゃなくて、うん、当たる打ち方が基本なのかなと思った。あ、それはあるよね。元も子もないけどね。いやでもそれは大事なことかもしれないね。自分の当たるスイングが見つかってないっていうことよね。そう、自分の当たるスイングがもちろん基本になってほしいから、うん、そのスイングが見つかるまでなるべく理論は取り入れない方がいいんだよね。基本が見えないから、見えなくなっちゃうから、うん、先に何か入れたら、うん、だから俺初心者向けの動画で昔にとりあえず好きなグリップ握り方で好きな振り方でって言ったじゃない。だからそこもつながるんだよね。最初からガチガチに何かをやらされちゃうと、いや本当はこうやってよく動けんのにっていう動きが見えなくなっちゃうのよ。もっともっと飛んだり、もっともっと球が上がったり、もっと真空スイングってあるのよ。でもそれがもちろんできてる人もいれば、先に一番最初にガッチガチにこう理論で固められちゃったスイングの方ってそれができないでね。自由にっていう言い方もあれだけど、最初はやっぱり好き勝手打った方がいいんだよね。好きなスピード、好きな力、その力みなんて関係ないから、力んでから力みを直せばいいんだから。本人は力みだと思ってても周りから見たら力みじゃないかもしれないし、その逆もあるじゃない。だからとりあえずやってみないとね、自分の好きなようにね、うん、色を加えてない普通のスイングでちゃんと戻して当たるようにするのが1から8ってことだ。意地悪な質問すると、うん、じゃあ元々の何も考えないで振った打ち方が体重移動して左手リードで打つ人だったら、それで当たるようになるのを探すしかないってこと。体重移動して左手リード、リードとかでそのスイングをやり続けた方がいいよね。もともとそれなら知らないでそれなんだったってことね。それは多分超幸せなことじゃない。あ、そうか、多分、うん、本当は難しくて最後にやることをもっともっとやってる。そうしたら超幸せ。それこそマスターズ取るために生まれてきたぐらいの感じよね。そう、うん、もしそういう人がいたら、いたら、うんうん、いやでもいいこと、いいこと、すごく知らないでそうなったってことだよね。そうやろうとしてる動きと自然とやっちゃう動きで全く同じ動きだったらもう訳が違うから。でもそういう人ってやろうとしないよね。それはやろうとしない。だからやろうとしたら外れちゃう。やりすぎちゃう。そう、枠から外れちゃうから、やりすぎちゃうから。だからそれを見極められる人に教わんなきゃダメ。教わるんだったらね、もうできてるよってしっかり判断してくれる人にならなきゃダメ。教える人が、うん、もっと体重移動するんだよなんて言っちゃったら、そう、そうだからこうやってレッスンしてるのと一緒だから、もしそういう場合は、うん、そのもっと体重移動してもっと左手リードして、いややってるじゃんって。そうだよね。そうなる時もあるじゃない、うんうん、だそれは良くないから、うん、しっかり見て言ってくれる人、なるほど、うん、がいいよね。俺今基本っていうスイングがあるとして、その基本のスイングに対して好きな動きをした方がいいですよって、要は当たる動きを見つけて自分でね、うん、でこういう動きだったらヒットできるってなってくるスイングもいいんだけど、でも今日始めた人だけじゃないじゃない、もうすでに始められてる方の方が多いじゃない。特にそのゴルフ理論を YouTube なんかで見てくださる方なんて、ってことはもう少なからず何かの理論が入ってたりやってる最中じゃない。そう、そうなった時により基本の動きに近いのは何って言ったら、やっぱりクラブを動かすことなんだよね。体を動かすんじゃなくて、基本はクラブが動くことだから、まず自分が動かなくても、だからそれをやっていただきたい。でどんだけクラブが動いてないかのチェックをすること。クラブが動きすぎてるって言ってダメだねっていう人って、手首がプランプランでクラブがこういうふうに動いてる場合のみだから。ちゃんと上げて下ろす作業でビュンって使えてて、使いすぎってことはほぼない。体先行したりする動きっていうのは点をゾーンにするっていう話したじゃん、この間。それやった方がいいのかな。どうする。やんないか。オッケー。すごい大事なことだけど、いっか、また違う動画でやろうか。いいんじゃない、点を1000人って。それもったいない、頭で怒られるから。出し押しにしてるって言われる。オッケー。じゃあ動画撮りましょう今度ね。うん、オッケーです。そうだから1から8っていうのは、
多分初めて説明したよね。したうん、だそれぐらい大事なことがもう詰まりまくってる。てか、ね、うん、てか1から8で完成でも全然いいんだけどね。プロテスト受かる。全然受かる。平井。それで受かった。でもそれタケちゃんに教わったのよ。そうなの？うん。まあタケちゃんに教わったっていうか、そのポイントポイントを前もなんかの動画で言ったけど。太平洋みのりの練習場でその教わって、それだけやってりゃいいって、それに例えばタケちゃんからあの黄色いボールもらったりして、要点だけやっといてって言われてテスト受かったようなもんだから、そうだからこう振ってああ振って何やってこうやってっては習ってないわけよ。ゴルフはそこが重要だから、そこでやっといてってぐらいだから、姿勢はこうしといて、そのぐらい、そどこをどう使ってなんちゃらかんちゃら、それは平井のスイングだから他人は入れないじゃない、だから言わない。だその辺はタケちゃんやっぱ相当分かってるから言わないよね、うん、それは高橋さんもそう、スイングに対してはもう言わないから、自分の振りたいスイングが一番いいって分かってるから。プロゴルファーみんな分かってるね。分かってる、だからプロみたいなもんだから、たとえすごい変則的なスイングを してる人にもあんまり言わないから、だってそうやって振りたいから振ってんでしょっていう、もうそもそもの意見だから、それが一番早くて一番力が伝えることができて、それで打ってるんだから悪くないじゃんって、俺もそう思う。だから悪さをしてるんだったら別だけど、その気持ちよく打ってんだったらなんで直す必要があるのって、本人が気に食わないだけかもしれないし、でも球はいいですよって、うん、そういう方もいっぱいいる。そうだから結局アドレスと肘とかそういうポイント、体の張り感なんかをまあタケちゃんに教わって、それでクラブをその打ちたい球に応じて動かしてあげるだけっていう感じのことだよね。それを何十年か前に言われて、それでプロテスト本当に受かって、それまで本当にそれしかやってないから。ただそれを何年やり続けたかって話をね、相当やったからね、それだけよね、それしかやってないから良かったんだろうって俺は今でも思うわけよ。あれもやりたいこれもやりたいって言ったら絶対プロテストは受かんないから。そういうことね。絶対受かんない。8までしかやってないのに受かったんじゃなくて、うん、1から8だけをやったから受かったんだ。変なのやんなかったから、9をやんなかったから受かったんだ。そうだって必要としてる球がないのに、それで十分いいショット打てるのに、欲でプロテストは受からないからさ。そうそう、だから今登録言ったように1から8までだから受かったの。9やったらもう上手くなるの、多分ぶっ壊れるだろうね、必要ないことやってるから。でも視聴者の皆さんに伝わってないから、うん、まとめとか、で1に戻すこと、2に戻すこと、3に、4に戻すこと、そうで5は戻すこと、そうで6は戻すこと、そう7は戻すこと、そうそれで8が戻すこと、そう、あこれで8個合ってるよく覚えたね。よく覚えたでしょ、よく。でも1から8めちゃくちゃ難しいから、なかなか1から8言えないんだけどね。長くなっちゃうけど動画が、皆さんの質問としてはね、1から8まで全部こう戻すことなわけじゃない、でもその1の戻すことと2の戻すこと、とか3の戻すことと、その8の戻すこと、やっぱり難しさが違うってこと。難しさ違う。あ、違うんだ。違う。やっていい、ちょっと。これは、絶対にうまくない。いや、間違いない。混ざりもんないから。そうだね。純度 100% だから。それはもう絶対やった方がいい。